どうも皆さんこんにちは、つるみーです。どうもポケモンです。僕リッキー。というわけで本日はですね、もうちょっとね、何がありますか？ああ、分かった分かった分かった、はい、祭り。ええ、あれまた違うイベント、ほら日本中で騒ぎ出すイベントですよ。なんでクリスマス。何があるの？ホワイトデーですよ、ホワイトデー。まあそんな俺らに縁もゆかりもないやつ。え、俺今年返す人いるよ。え、ばあちゃんとお母さんとお姉ちゃんにもらったもん。全部身内じゃねえかお前。まあホワイトデーっていうのはバレンタインにもらった子にお返しするデーじゃないですか。いろいろありますけどね、例えば普通にプレゼントあげるのもよしだし、一般的にはクッキーとかじゃない？え、違う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 。俺はもらった時ね、飯をおごるもん。飯をおごるもん。ホワイトデーってな、3倍返しってのが基本なの。え、だから例えばチョコもらいます、3倍返し。チョコを3つあげるってこと？うん、ちょっと違った違った。ということでね、ホワイトデーはまあ普通に男の子が女の子を返しする日なんですけど、まれ、あ、にさ、ホワイトデーにさ、男の子が手作りで作る人もいるじゃないですか、たまに。そういうロマンチックなことを俺らもしてということで、今回はホワイトデーに女の子をもらって嬉しいものを作った人が勝ち、料理対決。もらったことないんすよ俺。俺もないです。僕らが手作りで作るとして、ホワイトデーに女の子もらって、あ、すごい嬉しいってなるやつ作れた人が勝ちです。まあちょっと料理対決のね、似たような感じなんですけど、まあ、やっぱ審査は女の子にしてもらわなきゃいけないということで、プロのパティシエの女の子も審査として用意してるんで。え、マジで？はい、なんかその女の子に今日は差し上げるんで、手を抜かずに。いや、まあちい、それはちい。で、これ勝った人、その女の子からほっぺにチューもらえるんで。マジで？はい。え、もうすっごい可愛く用意してるんで。いやいや、もう今までの料理対決が一番盛り上がるというわけで、つべこべかべこ言わずに早速やっていきたいと思います。どうもポークマンです。僕が作るホワイトデーのお返しは餅でございます。まあ、ホワイトデーだからやっぱりホワイト、白、つまり白いデザートを作ればいいの。というわけでね、まあ早速ね、つべこべかべこべ言わず、まあ、グダグダガタガタ言わずね、早速作っていきたいと思います。まず白の材料といえばこれ、豆腐。まず豆腐を入れます。豆腐を混ぜます。気持ちいいな。豆腐をぐちゃぐちゃにしたら片栗粉入れます。片栗粉を混ぜ終わったらラップでチンします。レンジでチンします。レンジでチンしたら一回混ぜます。混ぜ終わったらまたラップしてチンします。チンしている間、こちら餅を引くもち米を使います。よし、あっち、うん、もち米をふんばんにつけたら、ちぎります。これだとやっぱ寂しい、だから枕、こちら粒あん、きな粉、チョコチップを中に入れて完成にしていきたいと思います。というわけでできました、フォークマンが作ったホワイトデーのお返し、名付けて4種類の愛の告白です。これで優勝は間違いないです。ツルリーの番です。本日もお菓子作っていきたいと思いまもも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 も。ホワイトデーのお返しで女性がもらったら嬉しいお菓子を作るという料理対決で、冒頭でおちっちを揉みほぐしてしまい、誠に申し訳ございません。先生ステント君、先生ステント君。というわけでやっていくんですけども、やっぱホワイトデーといったらクッキー、僕の中ではそれ一択なんです。今回はですね、バレンタイン要素も含めたクッキーを作りたいということで、こちらに全粒粉、これクッキー作るような粉ですね。で、あとチョコレート、で、あとはチョコのトッピングみたいな感じでね、買ってきました。ということで、とりあえずやっていくんですけど、なんかありがたいことにこれにね、クッキーの作り方書いてあるんですよ。なんでこれの裏見ながら作っていきたいと思います。まずですね、これに強力粉って何？あった、薄力小麦粉、200g 入れます。次に砂糖大さじ2杯、次にバター 25g よ、次にこちらの粉を 100g で、次にドライイーストってなんだろう、ちょっとわからん、わからんから飛ばして、で、次ぬるま湯 160ml シャーで、これをこねる手抜き。こんなこと言うの失礼ですけど、食べ物をね、ぐちゅぐちゅしてるとき一番楽しい、この世で。というわけで余熱が終わったんで、早速焼いていくんですけど、女の子ってのはね、基本的にハートが好きなんです。というわけで、ハート型のね、型買ってきたんで、これに流し込んでやっていきたいと思います。置く、この生地を流し込みますよ。じゃあこれをオーブンで温めたいと思います。オーブンをオープン、これで15分スタートで、オーブンをやってる間にですね、チョコを溶かしていきます。よいしょよいしょ、
やべえっす、見てくださいこれ、このトロトロ具合、お菓子作ってる気分になりますね。あっ、出来上がりました。早速開けます。オーブンをオープン。すげえ、わかるこのハート。じゃあここにチョコを塗っていきます。うわー、やっべー。でさらにここにトッピングでこちらのカラースプレーをパラパラパラってかけます。で最後にこちらのホワイトスプレーで思いを伝えます。というわけで僕のホワイトデーのお返し、チョコハートクッキー、クッキーチョコレートクッキー、あとは冷やして完成でございます。おい、スプリットタンでこうやって2つに分けてもう乳首に入れちゃう。簡単に言うとそういうことだよね。ああ、足の裏の毛なんだよ妹は。足の裏の毛6本だよ、分かった。おい、毛が6本なの許すけど。それは誰でも予想できるよ。毛が6本なの、足の裏のね。7本じゃダメなんだよ、6本じゃないと。7本は生えすぎ、普通は6本だから。はい、というわけで全員作り終わったんで、早速審査員の超かわいいプロのパティシエの女の子呼びたいと思います。待ってました、ごとこちゃん。今日もかわいいごとこちゃんは。どう、かわいい子。ゴードンじゃん。違う。というわけで今ね、ごとこちゃん全員にバレンタインあげたじゃん。ん、まあ、あげたじゃんね、うんうんうん、それのお返しを僕から作ってきました、うん、一人一人ホワイトでお返しするみたいなシチュエーションして出してくんで審査していただきます、はい、じゃあこの出す順番じゃんけんしましょう。はい、2番、3番いくんで、じゃあ1番で。お待たー。あ、いや待ってないよ、今来たとこ。ほんと、うん、実はね、うん、私さ、どっちの、バレンタインくれたじゃん、うん、だから今日作ったの、うん、もう何か当ててほしい。ホワイトデーだから、うん、クッキー、うん、うん、全然違う。ホワイトだから白だから、うん、こちらお餅を作りました。お餅を作った。はい、じゃあちょっと食べて。うん、分かった。だからちょっとこれだけ違うのは何？あ、それね、ガングロきな粉。これ取ったからこれから食べるね。いただきます。はーい、うん、どうよ。うん、コメントしづらい味だなお前。食べるね、いただきます。どうよ。うん、あ、うまいよ。ごめん、なんかすっごい反応違うかもしれないけど、これうまいわ。じゃあちょっとこれガングロ卵ちゃんじゃない、やらない。ガングロきな粉ちゃん。めっちゃきな粉のいい匂いする。いただきます。あ、おいしい。ほんとに似てる、うん、実はこれね、餅の材料これ豆腐なんですよ。え、豆腐なの？そう、豆腐で作ります。すごい。どう？女子力高いでしょ。あ、ちょ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 。おい！食べていいの？うん、食べていいの？何これ。え、でもめちゃめちゃいい匂いはする。食べていいの？うん、どうやって食べたいの？味がないから何つけたい？メープルシロップ。ないね。うん、蜂蜜なら。あ、蜂蜜。お、かけていい？うん、お、すっげえ、なんか大丈夫かな。いただきます。うまい。ちょっとね、これでも多分あれかな、蜂蜜ありきだからかな。食べたことあるわ。じゃあこれ普通にホットケーキ。おいしい。ホットケーキ、ホットケーキ、おいしい、おいしい。頑張ったポイントだからね、これに対してこれ僕頑張ってない。コトコ、コトコ。はい、お待たせ。 あ、いいよ、全然待ってないよ。いや、バレンタイン本当ありがとね。うん、チョコ美味しかった。あ、美味しかった、よかった。あの、フォンダンショコラ、うんうん、すっごい美味しかった。うん、作ってよかった。まあ、うん、これからのお返し、うん、これ受け取ってよ。おお、ほら、ごとこ、ホワイトチョコでなんて書いてある？好きって書いてある。そうだ、ごとこ、俺と付き合ってくれないか。食べてからにしていい？あ、はい、わかりました。では、お食べください。食べてみてね。ぜひとも食べてくれ。はい、これによってやっぱね、ごとこと付き合えるか決まるから、うん、そうそうそう。どうです？何これ？え？これクッキーにチョココーティングした
え、クッキー？何これ？フォーク持ってくる？めちゃくちゃちゃんと作ったの。嘘だ。え？何これ、どうなってんのこれ。うわ！何これ、どうなってんの。うわ！何これ、何これ本当にさ、これ大丈夫食って。え？やめた方がいいかも。型に流し込んで焼いた。いや、やばいよこれは。これはやばい。あ、大丈夫。やばい。ダメ。おい、ハートが割れとる。うん、ごめんなさい。え？付き合ってくれないの。これは無理。え？はい、というわけで全員渡し終わりました。ゴドコちゃんも喜んでおります。嬉しいですか。殺されそうになって。いやいやいや、じゃあ、早速審査していただくんですけど、今回ね、1位の人はゴドコちゃんからほっぺにチューがもらえるということで、もういつもとはちょっと発表の仕方変わるんですけど、もう優勝した人にほっぺにチューします。おお、じゃあ立ちましょう。もうこれ真剣勝負だよ。お願いします。嬉しくないです。というわけで1位でございます。本川さん、でも何が決め手でした？やっぱアイディアかな。ああ、今回初めてお菓子作りやってみましたけど、この動画が面白い面白い面白いなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さん、ピッ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 パンズルバイ。